エベーヌ市住相談は、フランスで1999年に、ブローニューイコールビアンクール地方音楽院在学中の4人によって、結成された、弦楽市住相談。エベーヌとは国単を意味しており、弦楽器や、管楽器、民族楽器において、芝居やフィッティングに使われている、クラシックのみならず広く、音楽に関心を寄せる、という意味を込めてそう名乗っている。前任者。 アドリアン・ボワソー2015年から2017年まで、マチュエル・ゾグ創立から2015年までバイオリンの二人は、グローニュイコール・ビアンクール地方音楽院で、ジャズドラム専攻。チェロは、ジャズピアノ専攻。これまで、イザヤ弦楽四重奏団、ガボール・タカーチ、エヴァハルト、フェルツ、ジェルジクル・タークラに支持した。演奏中のエベエの四重奏団2004年に、長南館で知られる。 ミュンヘン国際音楽コンクールで優勝し、合わせて、長州賞、二つのベストパフォーマンス賞、カール・クリンガー財団賞を受賞し話題をさらった。音楽に対する柔軟な姿勢が、国際的な評価を得ている。これまでに、数々の世界中の有名ホールで演奏をこなしており、2006年、2007年に、ラフ・ホル・ジュルネオ・ジャポンにおいて来日した。幅広い音楽性で知られ、 新しい発見や即興的な思考を持ち、洗練されたダイナミックな音楽性と冒険的で創造的なアプローチを特徴とする。それによって古典派音楽の作品、現代作品そしてジャズにまでも取り組む。クラシックだけでなく、ジャズや現代作品のライブ、ポップアーティストとの共演も行う。モーツァルトの音楽に傾注しているようで、 第一バイオリンのコロンブはフィクションの後に四重層のルーツに戻った真に古典的で核となる音楽を選択するのはとても良い考えだと私たちは感じました少し以前に他のレーベルにハイドンを録音をしましたが今モーツァルトに取り組まなければと感じたのです確かに長きにわたってモーツァルトを演奏してきていますがここ1、2年でその音楽をやる必要を さらにさらに感じていたのです。その音楽はとても豊かで微妙な難しさに満ち完全に無駄な装飾を持たずにしかも天才的な驚くべき音楽です。と語っている。ありがとうございます。